イーサーン地域図イーサーン地方での食事の様子。うどウオンターニー県バンドゥンにてイーサーン料理の例。ヌアヤーンイーサーンとソムタムに生野菜の盛り合わせが添えられているイーサーン料理は、太陽国東北部で日常的に食べられている料理の総称。イーサーン料理は、バンコク周辺で元々食べられていたタイ料理と一目して異なる特徴を持っている。 地理的にも隣接したラオスのラオス料理と共通点が多い。イーサーン料理の特徴は他の地方の料理と比べて辛みが非常に強いことである。極辛の唐辛子プリッキーヌーで辛みをつけるのはイーサーン料理の特徴である。農業生産に恵まれていないため昆虫食が日常的に行われている。また一般的に蒸した潮流酒のもち米を主食とし食事に 生野菜やハーブの盛り合わせを添える。ソムタムやラープなどバンコク、及びタイ国外のタイ料理レストランでも一般的に食べられている料理のいくつかは伝統的タイ料理ではなくいいサーアン料理である。もともとタイ料理すべてがいいサーアン料理のように強烈な辛い味付けが主体ではなかった。 バンコクなどの都市部で働くイーサーン地方の出稼ぎ労働者たちが食べていた料理が定着したものである。現在、イーサーン料理を供するレストランや屋台はバンコクのどこにでもある。ことさらイーサーン料理であることを強調した看板を示す必要がないほどバンコクではイーサーン料理が一般化している。イーサーンの食文化は多彩な料理と刺激的な味付けから タイで広く受け入れられたが、一方でバンコクなど都市部のタイ人には、一般的でない昆虫や、爬虫類などを食べる習慣から、イ、e、い3人のゲテモノ食いとも揶揄されることがある。ありがとうございます。